JWP ピュアスラム2013本日の対戦カード、藤ヶ崎ヤコデビュー戦15分一本勝負、ラビットミュー VS 藤ヶ崎ヤコ、ジュニアエンドレスウォー20分一本勝負、ラビットミューライディーン鋼 VS セラリサフェアリー日本橋、スペシャル6人タッグマッチ20分一本勝負、阿部幸恵和樹藪下恵 VS レオンセリーナケーシー・オーウェンズ、コ・プラム・マリコさんメモリアルシングルマッチ30分一本勝負、コマンドゴリショイ VS ガミ、私の持ってるベルトは私でもないし絶対紛れもしないということで、それだけです。 JWP 認定ジュニア &POP 選手権試合30分一本勝負、チャンピオン勝真奈美 VS 挑戦者スサエリ。一番初めに巻くベルトは JWP のベルトにする、本当に最後のチャンスだと思っています。負けるものはハルプラに一切ないので。誰があると思ってるんですか。JWP 認定タッグ&デイリースポーツ認定女子タッグ選手権試合30分一本勝負、チャンピオンチーム春山佳代子倉垣翼 VS 挑戦者チーム中森花子モーリー。突如決別した2人。何だこれ、負けた。遺恨勃発から3ヶ月いよいよ決着の時。JWP 認定無差別級選手権試合30分一本勝負、チャンピオン中島ありさ VS 挑戦者カナ。 JWP 8.18 後楽園ホール大会スタート。皆さんこんにちは。本日はご来場誠にありがとうございます。プラムさんはきっと天国から私たちを見守ってくださると信じていますので、天国にいるプラムさん、そしてここにいるお客さん、皆さん全員に熱い試合を届けていきたいと思います。夏の暑さにも負けず最後まで熱い試合よろしくお願いします。藤ヶ崎ヤコ、平成9年5月8日生まれの16歳。今年3月 JWP に入門しトレーニングを重ね、 8.18 後楽園でのデビューが決定した。今まで練習やってきたことを全力で出せるように頑張ります。名前の通り矢のようなドロップキックで勝負していきたいと思います。相手を務めるのはラビットミュー。ヤコの全てを受け切りプロの厳しさを教えてやりたいと思います。藤ヶ崎ヤコデビュー戦15分一本勝負、ラビットミュー VS 藤ヶ崎ヤコ。
ますが全力で戦えたと思います。まあ、すごくもう緊張もあると不安というのが結構ありました。すごく憧れのあのモーリーさんみたいなレスラーになりたいです。ジュニアエンドレスウォー20分一本勝負、ラビットミュー、ライディー鋼 VS セラリサ、フェアリー日本橋。Thank you.
シャル6人タッグマッチ20分一本勝負、阿部幸恵、和樹、藪下恵、バーサス、レオン、セリーナ、ケイシー・オーウェンズ。
2カウント、2カウント、2カウント、
ナルダンサー対プラマリコでツーカウントボールをやったんですよ。知ってるよ。帰って。ガミペリア。お前今日私スペシャルゲストだ。お前今日私スペシャルゲストでここにいてんねんぞ。スペシャルゲスト。そうですよ、何ゲストの。スペシャルゲストは赤口さんです。すいませんでした。じゃあ、ツーカウント。ツーカウント。ツーカウント。ちょっと、入れたら終わりたい。だから言えないでください。それでは両選手の合流に基づきこの試合をトゥーボールカウントに変更して行います。Yeah!
王者勝真奈美への挑戦権をかけて5人の選手によるリーグ戦が行われた。
リーグ戦を勝ち抜き挑戦権を手にしたのは、スサエリ。自分が欲しいのは POP のベルトです。スターダムには初代の清香さんと2代目の夏木さんがいるので、やっぱりこの POP を絶対に自分が持って帰って、スターダムでこれをいろんな人に挑戦させたいっていう気持ちでいっぱいなので。一方、挑戦を受ける勝真奈美は、 POP のベルトを巻きたい理由って、夏木さんが風花さんが巻いてたから自分も巻きたいみたいな軽い気持ちでしょ。そのベルトには歴史とかいろいろ詰まってる。それをなんか軽い気持ちでね、馬鹿にされるようなやつにははっきり言ってこのベルトもかけたくないし、時間もかけたくない。だから絶対に持って帰るとかって言ってるけど、まあせいぜい頑張ってくださいよって話ですね。JWP の歴史見せてあげる。JWP 認定ジュニア &POP 選手権試合30分一本勝負、チャンピオン勝真奈美バーサス挑戦者スサエリ。
り前というか、なんか防衛して喜んでる場合じゃないなって、私の中での目標は VTR の達成というか、超えるということですので、まあ、ここら辺で勝って喜んでいてはまだ先は長いので、自分としては次々と防衛戦を行いたい気持ちでいっぱいですね。なんか思ってたより良かったんじゃないですか。対策というかそういうの出てきたんじゃないですかね。でもまあそれは私は超えましたけど、まあ、自分としては JWP とスタードムという団体の威信を背負った戦いだったので、ここは絶対に負けられないという気持ちでホームリングでもありますし、まあ、ここは防衛して本当に当たり前というか、そうですね、さっきも言っていたけど、まあ、喜んでる場合じゃないということですね。自分のなんか必殺技っていうのが自分の中でとブロックバスターとダイビングエルボーの2つしかないっていうのは、まあ、ジュニアチャンピオンとしてなんか痛いというかそういうのはあったんで、まあ、日頃から技の研究とかはしてて、まあ、そこでなんか自分の使っている大切な技でもあったオクラホマっていうのを、まあ、もうちょっと必殺技っぽくできるのはどうしたらいいんだろうって考えた時に、ヒューガさんのミジノグドライバーっていうのが頭の中に浮かんで、まあ、それからちょっとパクったというか、パクったって言ったら失礼ですけど、まあ、そういう感じで、はい。7月20日の板橋グリーンホール大会、スリーウェイで行われたタッグタイトルマッチを制したのは、現王者のハルクラ。試合後ハルクラは勝敗に絡まなかったハートムーブに対し、お前らには勝ってねえんだよな、8月18日後楽園でベルトかけてやってやるよ。こうしてハルクラ対ハートムーブのタイトルマッチが決定した。一度もベルトを巻いたことがなくて、一番初めに巻くベルトは JWP のベルトにする。そして、JWP の最強タッグであるハルクラから、勝って巻くベルト、気持ちや勢いだけで負けるベルトだとは思ってないし、チャンスっていうのはもう何度もあるわけないと思うし、ハートムーブにとって18日コラクエ大会というタイトルマッチは本当に最後のチャンスだと思っています。そしてシングルで行われた前哨戦、ハルクラの勝利に終わった。まだそれじゃ100の時間は早いと思います。やっぱりスピード、パワー、テクニック、どこを取っても負けるものはハルクラに一切ないので。ないと思いますよ。誰があると思ってるんですか。やっぱり私は聞きたい。ハルクラが無敵ぶりを発揮するのか、それともハートムーブのベルト初体感か。JWP 認定タッグ&デイリースポーツ認定女子タッグ選手権試合、30分一本勝負。チャンピオンチーム春山佳代子、倉垣翼 VS 挑戦者チーム中森花子、モーリー。お会計は何分かけてください。
Oh!
が10分経過。Thank you.
15分経過。マリサとカナの二人。私来たら刺激になるよね。どうなんですか。でもまあところが両者の間に突如不穏な空気が流れ出した。おめえらが殺してねえだろ。ああ叫んだこと中身でない。怖い。修復してあげて。何言ってんの。お前やれ。表に出して言うことではないと思ってます。それはお客さんに聞かせるものではないし、まあ、相入れなかったってことですね。向こうとは両者は決着をつけるべく無差別級王座をかけて激突。プロレスラーっていうのはエンターテイナーなんです。そうじゃないといけないと思うんですね。お客さんがどう楽しませることができるか、どう面白くさせることができるかということを常に考えとかないとあかんと思います。エンターテイナーとしてお客さんを時には怒らせて、時には喜ばせて、そうやって活躍していくものです。いろんな、まあ、ご立派なセリフを並べてますけど、カナが果たしてそれをきっちり体現できてるのかっていうのはちょっと私には疑問な部分がありますので、まあ、そんなことを言うんだったらリングで示してみろよと。私はきっちりリングの上で叩き潰すだけなので、ですね、もちろん私はお客さんがあってこそのプロレスだと思うので、
なんですかね、大まかに言えば合ってるとは思うんですけど、ただカナのように作り上げられたものっていうのはやっぱり作り物の脆さがあると思うので、私は本当の心で戦っていきたいと思っているので、それを私は見せたいと思います。離婚勃発から3ヶ月、いよいよ決着の時。JWP 認定無差別級選手権試合、30分一本勝負、チャンピオン中島ありさ VS 挑戦者カナ。Oh,
ていいかな。
と一言言わせてもらいます今日は JWP の、ね、毎年恒例の浦野真理子さんの追悼ということで、今年毎年か毎年こういうふうに、追悼を祝うっていうことはほんまに偉いことやと思います。だからこそツイートと一緒になぜこういうことが起きたのか、今後起きないようにどうしたらいいのか、そういうことをしっかりと考えてプロレスと向き合うことが大切やと思います。ちゃいますか？ではほら、それを言うときはお願い。私はこうやって見ての通り、あ、大技もせえへん、あ、一切せえよ。それでもな、こうなるまでのメイン張ってやってるやんけ。きちんと見せてるんちゃうか、これ。せえよ。なあ、問題は全て技術になっちゃうんか、これ。せえよ。私はな、性格も悪いって言われるし、性格はな、問題あるとか言われるけどな。あ、そう。あるけどな。いいよ。な、しっかり。こういう機会やから、プロレスと向き合って、話しよう言うてみてって、これやろ。会場の皆さんも、今日はこうやってプロレスにプレレスラーとして向き合うことができた、こういう機会を与えてくれた浦野真理子さんに、感謝します。ありがとうございました。なんで私のせいなの？おかしいな。中島のせいちゃうの？そうやろ？こうやって、ね、今回はこういうプラムマリコさんの、ね、追悼の日やというからね、私はきちんとプロレスラーとして向き合って考えるべきじゃなくっていう話をしてるんです。プロレスはエクストリームゲームやないの。私はお前性格悪いって言われるし、もう大事って言われる。そやけど、プロレスの試合がエクストリームちゃうねん。そうやなくて、私自身がエクストリームやん。そうじゃないとあかんのちゃうの。レスラーとして己自身過激であるべきちゃうんかっていう、それを中島もこれからを背負うあの新人たち、そういう奴らに理解してもらってちゃんと覚えておいてもらいたい、そう思ってんの。もうああいう場やから何言ってもしゃあないと思うけど、私はそのつもりで今日は試合したし、それをいつかまあ中島も理解するやろうと思う。せやけど今日見た通り、中島と俺ぐらい差が違うっつうことや。
こっからどんだけ中島が上がってくるか分からへんけど、まあ今の中島のここやったら、まあいつまでたっても私に勝たれへんのちゃうん。プロレス1年間に通してほんまにいろいろと、もうこんなに面白いって思った試合って何本もあると思うんやけど、そういうのはもう生まれてきてるの。そうやなくて、これおもろいんかな、せやけどなんか心に引っかかる、なんか気になる、終わってからもうずうずする。そういう試合がほんまのおもろい試合、私はそう思う。